ジョアンナ・ウェスター・ダーク・ヨハンナ・ベシュタディークは、オランダの植物病理学者、オランダ女性として、最初に教授職に就いた女性である。ニューウェル・アムステルに生まれた。17歳で、アムステル大学に入学し、植物学者、ユーゴード・フリースの講義を受けた。ミュンヘン大学のゲーベルの研究室で働き、その後チューリッヒ大学の新物の下で研究し、コケ類の再生の研究で博士号を得た。 1906年にスコルテン植物病理学研究所の所長に招かれ、1907年に微生物保存センターとなる組織の学芸員を務めた。CSB の80余りだった資料を6500の金類の1万点に達する資料に増やした。1917年にユトレヒト大学の植物病理学の教授に任じられた。1930年に アムステルダム大学の教授も務めた。樹木の寄生虫疾患や植物の生理的疾患の研究を行った。国際大学婦人連盟の会長を務め、1945年から1951年の間、オランダ植物病理学会の会長を務めた。ウェスタードは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハンナ・ベシタディークを示すのに使われる。 ありがとうございます。